今日見ていただくのはですね、はい、なんと安倍晋三さんです。はい、首相ですね。首相ですね、はい、もう皆さんよく見てますからね、はい、あの特別あれですけども、まあ興味がありますね、やっぱり。興味ありますか。日本の行く末、はい、これからどうなるのかな、うん、また続けるのかな、うん、どうなるんだろう、いろいろと気になりますの です、ね、早速お顔の方を拝見していきたいと思います。はい、さあこちらの顔でございますよね。はい、そうです、はい、さあ先生早速見ていきたいんですけども、はい、まず見るポイントとしてはどういったところを、お顔を見ていきましょう。そうですね、まあ、政界で長く活躍されている方なんですけれども、はい、第1次安倍政権の時と比べてもですね、ずいぶん顔がこうふっくらとしてきました。あの 前からするとそのだんだんとお顔の方がふくよかになった感じなんですか。そうですね、広がってきた感じですね、顎がね。そうすると何かこう意味がまた変わってくるんですか。はい、やっぱりですね、そのまあ、官房長官から首相、そして一回下野して、うん、また復活して首相ということでですね、こう結構かなりの経験値を積んできたなという感じがします。表から見える以外にもかなり経験値を積んできてるなという感じですね。なるほど、はい、無敵ですね、はい、いや僕も分かりませんけども、はい、素人目で見ると、はい、大変なんかいいお顔なんじゃないかなと思って、ちょっと本当ね楽しみにしてましたから、うん、あ、そうですか、はい、はい、さあちょっと他にも見ていきます。そうですね、はい、でちょっとこれイラストだと分かりづらいんですけどもですね、うん、あのおでこに3本シワがくっきり出てるタイプなんですよね、はいはい、これ意外と頭がいい人が多いですね。若い頃から記憶力がいいというかですね、若い頃からあればですけれども、はい、そういう感じになってきます。で非常に運勢が強いですね。先生、はい、おでこにシワがあると、はい、頭がいいんですか。三本じわだと、三本じわがくっきりと入ってるといいです。なるほど、はい、三本か、はい、そこピンポイント難しいですね。難しい、なかなかいませんよ。なかなかいないですね、はい、あ、一本、ちなみに一本じわだとどうなんですか。一本じわも悪くはないです。悪くはないですけども、その上がってるか下がってるかとか、まだそういったものも他にもいっぱいありますので、違いに言えないってことですよ、はい、なるほど、はい、難しいですけれども、ね、ドーベンなんかすごい強いイメージがありますけどもね。そうですね、頭が切れるという、はい、さあそれでは他のポイントでございます、はい、もう一個ですね、これもぜひ写真で確認していただきたいんですけども、うん、右目と左目の大きさが非常に違うタイプなんです。こちらから見て左目の方が右目より小さいんですね、この方は。うん、はい、こういう方の場合ですね、野心が強いというかですね、こう人を動かそうみたいなところは強いです。野心家な感じの方なんですか。はい、はい、野心家です、野心家の方は目の形が違うんですか。大きさがね全然違うんです、はい、それはちょっと意外ですね、はい、なんか僕の見た感じだとこうなんか垂れ目なイメージがあったんですけども、うん、そうですね、はい、思ったらこうあんましっかり開いてないタイプ、まあ、目が細いタイプではあるんですけども、はい、そこまで強く垂れてるというよりもやっぱり左右差が気になる、なるほど、相当気になりますね、はい、目がまあ、そういった方には独裁者が多いというですか。いや、独裁者とは言わないですけども、やっぱりこう人をコントロールしようっていう気持ちは強いです。うん、はい、逆にこう目が揃っちゃうタイプっていうのは天然な人が多い、うん、あまり何も気にしないので、うん、本当はミソラヤさんももっと左右差が出てくるともっといいです。本当ですか、はい、一回こっちの目を潰せばいいですかね。潰して、はい、がちょっと目がグリッとなるといい。そうです、役者さんなんか目の大きさの違いがとても大事ですね。あ、堤真一さんも結構こう違ったりしますね。はい、違いますよね。あと岡本太郎さんとか全然違うんですよ、右と左。はい、潰すしかないですね。ただやっぱりこう下積みをしてる間はこう無心に師匠の言うことを受け入れなきゃいけないとかがあるので、うんうんうん、そんな若いうちから大きさや優さがなくてもいいです。徐々にこう変わってくる、自分のスタイルを作ってくるという感じですね。さあまだまだと特徴がございますけど、あと非常にですねこの方眉毛が濃くてですね、うん、でこう八の字眉といってこう、はい、両方垂れてる感じですよね、はい、で、まあ、眉毛が濃い人というのは割とこう親御さんの事業を受け継いだりとかします。彼もそうですよね、親御さんの事業、まあ、政治家ですから。そうですね、慎太郎さんね、はい、うん、そういう意味でもそうだなという感じがしますし、眉毛がこう両方とも垂れるっていう、最近は若い女の子もそういう眉毛をメイクをしたりしてますけれども、うんうん、やっぱり非常にそれで親近感が出る、親しみを持たれやすいというのがあります、うん、
シノジマイは親近感を持たれる前。そうですね。やっぱ太いですよね。非常に太いです、ね。あの長さというところもまあポイントでありましたけど、はい、長さの割と長いです。長いんですね。割と長いです。周りに救われてるタイプだと思います。ただしこう眉毛が濃すぎるとどうしてもこう能力の開発が遅れてきますので、だからやっぱ彼は今まさにその能力を発揮している時なんだろうなというふうに感じますね。眉毛は基本的にこう人間関係を表すので、うん、やっぱり恋っていうのはそう力強いですね、人間関係が。なるほど、なるほど。さあ他にどうでしょう。お口が気になりますね。なんかこう可愛らしいなんか笑顔のイメージがございます。そうですね。若干この方は唇が薄いですね。上唇が薄いので、ちょっと情に欠けるというか、こう理屈が先に立つことが多いです。なるほど、はい。さあここでですね、はい、安倍晋三さんから見るジャパンはどうですか。いい方向に進みそうですか、リーダーとして。まあ、もちろんその首相だけでは見ることはできないんですけれども、外交面や景気という面でもですね、今年おそらくかなり大きな壁が出てくると思います。なるほど、はい、それは彼のできる範囲の中でのことだと思うんですけども、例えば TPP もそうですし、トランプさんと対話できるかっていうのもそうですしね。トランプですよね、はい、トランプがいるから、はい、そうですか、安倍さん頑張ってほしいですね、はい、頑張っていただきたいところですね。さあいろいろと見てきましたけども、はい、ということはですよ、はい、安倍さんはすごいいいお顔ですよね一言で言えばそうですね。そう、いやいやいや、もうこれまでも経験、まあこれまでも多分いい人相だったとは思うんですけども、はい、さらに経験値を上げて、はい、高くなってですね、はい、さらにもう、まあ、やっぱり頭も良くて。そうですね、はい、あとはこう顔全体に艶がもう少し出てこれば。艶、はい、艶がやっぱ大事です。ニベア塗ってないですね。そうですね、まあでもだいぶさ、はい、ここ数ヶ月はいいですね、状態が。あ、そうですか。良くなってきたと思います。あとそうだ、ここが治るともっとこの人すごくなるっていうのありますか。絶対ツヤです、それは。ツヤ、ツヤ、特にこの辺りの暗さが目立つので、はい、こういうところが明るくなってきた時にかなり優勢が強くなってきてるなと。やっぱりピカジルですね。ピカジルもうずっとピカジルって言ってるんですけど、はい、あんまピカジル売ってないんですよね。テカテカすればいいんですね。もう少しツヤが欲しいですね。あ、ツヤが、肌が綺麗になってきたらいいです。そういうことでは来ていただきましたけども、さあこれからもですね、はい、他のいろんな著名人の方もいろいろ見ていきたいと思いますので、はい、ありがとうございます、はい、本日は先生どうもありがとうございました。さあ博多最後の奇跡、石川京介先生のですね、元祖占いうすらチャンネル、本日はここまででございます。さあ次回もですね、いろいろとお顔の方を見ていて、感想を勉強していきたいと思います。さあ本日はこれまででございます。ありがとうございました。博多最後の奇跡、石川先生の感想占いでは占われるゲストを募集しております。あなたの運命変えませんか。